はいどうも AK です。今日は2度目のドラクエウォーク第3章の10話キラーマ戦線をやっていきます。さあ行くぞ。レベルが今33ぐらいまで上がってて、心も前の時は5話ぐらいまでしかまともに心を取ってなくて、もうそっから全部突っ走ってて一気に10話までバーって行っちゃったんで、その今回10話でのクエストでいろいろ敵をかき集めたんで、心をかき集めたんで、まあ多分いけるんじゃないかなと。すごい楽な感じでまた今回も言ってますけど、まあ多分大丈夫なんじゃないかな。戦い方は前回と一緒ですね。全体攻撃で自分を攻めていきたいと思います。ちょっとキラーマ戦線は変えるかもしれないですけど、ラック戦は多分これで余裕なんですよね。来週に乗っとくか。まず1戦目は一旦で終了。多分次のターンで終わるんじゃないかなと思います。最終戦前には MP とかを回復しておかないといけないと思うので、そこだけ忘れないようにします。本当はロトの剣があるといいんですけど、まあ、このグレートアックスの斧武装もかなり強いんで、まあ多分大丈夫でしょうね。YouTube で上がってる動画を見ると、がっつり課金してる人はいたんですけど、僕は課金せずにやっていこうと思ってるんで、まあこのままグレートアックスで行こうかな。で、攻撃力の剣が入ればそっちで行こうかなぐらいで、動画も進めていきたいと思ってます。一旦できなかった。まあでも多分大丈夫ですよ。戦士だけやけに硬いっていうね。戦士だけ、呪いの下以外は全部星5でレベルマックスまで防具上げてるんですよね。ちょっと、回復だけしておきましょう、念のため。無駄な薬草がたくさんあるんで、消費します。次が3戦、あ、じゃあもうボスだ。おお。もうボスか、早いね。とりあえず、どうしようかな。ちょっと全体攻めるよりも高く落とすのに、徹底していきたいと思っています。なので、とりあえず左からまず落としていきます。というところで、まずやるだけだったね。よし、下がった。
そうですね、攻撃が集中してくれればだいぶ余裕なんですけど、おお、実際集中してる、いいね、いいっすね。これは相当余裕でいけそうな雰囲気が、うん、負けかもしれないけど、うん、なんか相変わらず選手に集中させて、ちょっと固めないと危ないので、なじみが危ないので、ここ行きましょう。これが痛いですよね。よしよしよし、すごい痛いね。今回は余裕そうですね。余裕ではないか。うん、余裕ではないですね。まあ、勝てるには勝てそうです。結構ガード率高いな。理解の歌は、ね、ナラビが攻めるか。シャドウの方が良かったかな。集中してくれれば、なかなか余裕ないけど、もうそこで。もっと振らないで、いけ、いいね。よし。いやー、もう結構、あと前回苦戦したんで、警戒してましたけど、今回はだいぶ余裕がありますね。なんかもう勝った気持ちでいますけど、多分大丈夫ですよ。なんか HP 上がるんだよね。普通の攻撃1しか吹かないんだ。すごい。でも攻撃下がったかな。それで終わりかな？終わりはします。多分次で終わりますね。ああ、攻撃がやばい。戦士、よし。戦士、ひたすら攻撃は戦士、よし。よし、OK、OK。ちょっと、このターン回復に。でも多分大丈夫そうですが、うーん、しかし全体がちょっとダメージを与えていくか。この範囲で2回目で、多分これで左はもう落ちたでしょう。そしたら、よし。これで終わった。もう大丈夫だ。やっぱ結構狭いといかないと、このキラーマ先生は厳しいみたいですね。今回のこの優勝というか、ね、グレートアップするのがあったら、多分だいぶ使ったっぽいっすね。
ね。まあでもこのターンでも押し切れるでしょう、全力で。うん、もう押し切ります。この状態で、あ、物見せができないのか。うん、そこまでいかなくても大丈夫だった。はい、というわけでキラーマシン戦終わりました。はい、じゃあ2番目のキラーマシン戦、4番の勝利です。終わりました。はい、じゃあここから先も、引き続きクエスト進めていきたいと思います。では一旦ここまで。バイバイ。はい、では最後に、今回キラーマシン戦に挑んだ装備とか心を見ていきたいと思います。まず戦士の心がこんな感じですね。ゴロ付きの S、分解ガニの S とスライドマイク。で、僧侶が得意箱の A、ガチャコックの B、タコドラキーの S。タコドラキの S の中にルカリがあります。で、武道家がヘルビーストの B とオークの S、タップデビルの B。魔法使いがベロニャーゴの B、ベビーサタンの A、ベビーマジシャンの S。で、ベビーマジシャンの S の中にシャドウがあります。で、装備はこんな感じです。グレートアックス50、元の盾5、外貨のヘルム5、外貨の鎧5、ラバトームの鎧の下は、レベル1です。で、僧侶がユグドラするシルバートレイ、魔法物のバンダナ、真理のローブ4。で、王宮魔術師ローブの下だけレベル25にしてます。で、武道家は、クリスタルクローを鬼蜘蛛の盾、ラバトームのカルト、トレジャーコートの上下。で、魔法使いがユグドラシル、ブーンバックラー、魔法使いの帽子、魔法の鎧上、ハールの鎧の下。という感じです。で、ステータス的にはこんな感じです。戦士が攻撃356で、守備力が394、まあ、約400まで上げてます。で、他はこんな感じですね。だいたい150からまあ200、あとね、武道家は結構高い。268。こんな感じですね。で、スキル特殊効果はこんな感じです。ざっと見てもなかなか見にくいでしょうが、一応さらっと見せておきます。まあ、今回のポイントとしては、戦士をガチガチに固めてるってところですね。グレートアックスの50と、あとはまあ、星5は全部レベルマックスにして、攻撃も守備もガチガチにしてます。で、ポイントとしては本当それだけですね。あとはもう、心で、まあ、タコドラキーでルカリンを使えるように、あ、でも使ってねえか、今回。で、まあ、まあ、魔法使いが、ベビーマジシャンをつけているので、シャドウが使えて、メラミよりもちょこっとだけ火力が出た。くらいですね。もうあとはゴリ押しです。で、基本、他のゲームも大体そうなんですけど、僕はゲームを頭使って戦略を練ってゲームをするっていうのはあんまり好きじゃないんで、もうゴリ押しで、基本やってきます。なんで今後も、こんな感じでゴリ押しパーティーで進めていきたいと思ってますので、今後もまあゴリ押しの基準を知りたいという方がよかったらご覧ください。ではまた、バイバイ。